はい、あの PC 持ってきて。 PC、 はいはい。いや PC、 PC、 あ PC ですよ。いや PC、 PC ですよ。いやファイトサニタリーサーティフィケート。ファイトサニタリーサーティフィケート。お疲れ様です。あお疲れです。お疲れ様です。どうでした午前は。やがての卵が出ましたね。あマジっすか。僕全部合格でしたけど。あ私も全部合格でした。何ですか。じゃあ昼からも頑張りましょうか。いただきます。いただきます。いただきます。おはようございます。おはようございます。これから病害虫総調査を始めます。はい、はい、今日の夜はクリームシチューにしようかな。んアザミウマ。アザミウマ。どうも、はじめまして。はじめまして。株式会社バズマフの白石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが害虫の田中さんで。害虫の田中。こちらがカビの山田さん。カビの山田。皆さん、お疲れ様です。高橋石油州の白石です。経験チャンネルの上松です。奈良木です。よろしくお願いします。お願いします。成田空港の中に職場があるんですよね、はい。そこで撮影させていただいております。まず、植物防疫官っていうのがピンとこない方って結構多いと思うんですよ。はい、そうですよね。よく税関さんに間違えられる。そうなんですね。まあこのあるあるの動画を通して、まあ、植物防疫官っていうのはこういうものなんだよっていうのを知っていただければなと思っております。PC はパソコンじゃないっていうのはこれ何ですか PC。ファイトサニタリーサーティフィケートです。ファーティ…え、ファイトこれ何ですかこれは。植物検疫証明書です。植物の検査を受けると、はいはい、病気や虫がついていないという証明としてもらえる書類です。ああなるほど、はい、じゃ果物とか野菜持ってきた時に何もついてないですよっていう証明書なんですね、はい、ああそうなんですね、はい、で虫取り網を持つと人が変わるっていうのは業務で虫取り網を持つことがあるんですか。はい、病害虫総調査って言って、はいはい、空港の周りにどんな虫がいるかを調べます。世代の、うん、病気とか虫の分布を調べるという感じです。あ、そうなんですね、はい、虫を見ながら普通にご飯食べるっていうのはもう見慣れすぎてるみたいな感じですかね。パソコンのスクリーンセーバーが害虫の写真だ。あ、そうなんですか、はい、アザミウマって何ですかこれは。すごいちっちゃい虫ですそんな説明難しいですか。いやいやいや、ちっちゃい虫。野菜とか果物とか、はいはい、あらゆる植物についてます。 あらゆる植物についてるんですね、うん、多分普通の人が見たら、はい、ゴミかなって思う。あーなるほどなるほど、はい、空港に行った時にあこの社長植物防疫官なんだって思ってもらえたらいいですよね。そうですね、はい、僕らは税関じゃありません。はい、よろしくお願いします。水産省の職員です。はい、よろしくお願いしますじゃあまたピーキュンチャンネルで会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。